はい、えー、では、帝国となりましたので、始めさせていただきたいと思います。はいえー、皆さん、こんばんは。えー、本日は、京橋細工芸術文化講座にご来場くださり、誠にありがとうございます。えー、本日、司会を務めます、事務局の竹下と申します。どうぞ、よろしくお願いいたします。えー、この芸術文化講座では、アートで、あ,あの、アートと生活をテーマに、アートやデザイン、そして、ここ、京橋の文化などをご紹介しております。えー、そして、早速ですけれども、あの、本日の講座のご紹介です。 え本日は第45回となりましてえ、フルーツ教室、フルーツの魅力を知るというタイトルになります。え京橋千引屋は1881年の創業以来、果物をいかに美味しく召し上がっていただくかを常に考えてきた果物の専門店ですえ。果物の美味しさを引き出すこだわりのフルーツカットの実演のほか、多くの人に美味しいフルーツを届けてきた 戦碧屋の成り立ちや国産フルーツをはじめとした世界中のフルーツの歴史や栽培方法、流通など、果物の世界を余すことなくご紹介いたします。えー、明日からフルーツを食べるのがもっと楽しみになる、えー、日々の食卓を、えー、色鮮やかに彩る、見て美しく食べて美味しいフルーツの魅力をお届けいたします。えー、続いて講師のご紹介になります。えー、株式会社京橋戦碧屋営業部飲食マネージャーの川澄治さんになります。 え、プロフィールをちょっと読ませていただきます。え、国学院大学卒業後、え、イギリスのロンドンに3年間留学をされました。え、2004年、株式会社京橋線引き屋に入社され、え、キッチンスタッフとして従事された後、え、小田急百貨店町田店の店長、え、それから表参道原宿店の店長を経て、現在はパーラー部門をまとめるマネージャーとして勤務されております。はい。 では、ここからは、あの、川澄様にバトンタッチしまして、えー、お話しいただきたいと思います。川澄さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、皆さん、こんばんは。えー、ただいまご紹介を預かりました、えー、京橋線引き屋パーラーブ川澄と申します。えー、本日はお忙しい中、えー、こんなにたくさんの方、えー、ご来場いただきまして、誠にありがとうございます。えー、今夜は、えー、フルーツ教室、 フルーツの魅力を知ると題しまして、えー、京橋線引き屋の成り立ち、えー、国内外のフルーツの歴史、えー、栽培方法、また流通などですね、えー、果物にまつわるお話を皆様にご紹介していきたいと思います。えー、また本日、あの、こちらに用意しました果物を使いまして、えー、カットの技法ですとか、見極め方、えー、保存方法など、あの、簡単でございますが、あの、 お話しさせていただきたいと思います。で、今、あの、切っておりますけど、これはあの、後ほど皆様お配りして実際食べていただきたいと思いますので、楽しみにしていてください。えー、どうすればフルーツを美味しく食べられるのか。えー、本日この時間を使いまして、えー、皆様がフルーツに対する知識を、えー、深めていただき、えー、興味を広げていただくきっかけになれば、幸いと存じます。えー、1時間半ほどのお時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。 では、早速ですが、まずはじめに、千引屋の歴史についてお話しさせていただきたいと思います。ちょっと読ませていただきます。千引屋の起源です。千引屋という屋号はどこからつけられたか。えー、江戸時代後期に武蔵の国埼玉郡千引村、現在の埼玉県の越谷辺りですね。 で、槍の道場を開いていた大島弁蔵という人物。この人が千匹家の創業者でございます。この江戸の天保年間は天候不順による飢金、物価の高騰により庶民は食べるものにもことかき、あちこちで一揆が発生する厳しい時代であり、その槍の道場主である弁蔵さん、道場だけで生計を立てることは困難でありました。その当時、千匹村あたりでは桃、 栗、スイカなどの果物、その他米麦レンコンなどの野菜の栽培がされていて道場だけでは苦しくなった弁蔵さんは地元で採れる農産物を船に乗せ川を下り江戸へ進んで商売することを思いついたそうですえー、千匹村を夜のうちに出発すれば早朝には江戸吹谷町、えー、現在の日本橋人形町ですねに到着することができると。 昼間に収穫した果物や野菜が翌朝には新鮮な状態で運ぶことが可能。この水路を利用すれば農産物で商売ができると、これが始まりになります。ベンゾさんはお店の屋号を何にしようとしたときに、地元、千匹村の名前を取って千匹屋としました。これが1834年のことでした。はい。 えー、京橋千引屋はいつ創業されたのか。この、弁造さんが開いた千引屋は、江戸の盛り場の中心にあったため、千引村の野菜、果物は、江戸庶民に大いに喜ばれたそうです。初代弁造さんは1864年に亡くなり、長男の文造さん、えー、2代目を引き継ぐことになりました。弁造さんが露店を構えて30年が経ち、 農産物を安く売り、庶民に愛され、吹き屋町に根付いていたそうです。この時代、1858年に、日米修好通商条約が締結され、海外から様々な品物が入るようになりました。二代目文蔵は、庶民相手の安売りから、高級品路線への転換を目論み、それによりお客様の階層も高くなっていったそうです。そんな中、二代目文蔵の娘、 日夜は、番頭として、敏腕を振るっていた他の、他に二郎吉と結婚することとなります。その二人が、ある日、文蔵に独立させてほしいと切り出しました。二郎吉のそれまでの貢献と人柄を見込み、文蔵は二人にのれん分けを許しました。これが1881年のことですね。二人が店を出ると、肩を並べて大通りを歩き、 日本橋を渡り終えたところで、清は夫に、この辺りでいいかねえー、二郎吉は後ろを振り返り、まだ本店が見えるよ。もう少し歩こう。と、再び歩き始め、しばらく歩き、後ろを振り返り、ここなら本店も見えない。ここで店を開こう。と言ったそうです。そこがあ、京橋でございました。こうして京橋千引屋が産声を上げたそうです。はい。 でですね、えー、線引きはこういう成り立ちなんですが、線引き屋グループで3社ございます。今お話した通り、1881年、京橋の線引き屋が創業しました。その後ですね、え、1894年、え、当時本店の番頭であった斎藤義正、こちらが、のれん分けをし、銀座線引きを開いたそうです。で、ここに、え、現在にも残る線引き屋のグループ3社が揃ったということになります。 簡単ですが、これが線引き屋の成り立ちとなります。では、続きましてですね、現在のこのフルーツを取り巻く環境のお話させていただきたいと思います。今ですね、八百屋さんですとかデパート、スーパー、こういったところで色々な果物を見かけることができますが、 えー、皆さん、日本の果物の収穫量ですね。えー、収穫される果物、一番多いもの、ご存知でしょうか何だと思われますかもし、わかる方がいらっしゃったら、どうでしょうか本当今、あの、たくさんフルーツあって、もうどれ選ぼうかってわからないぐらいなんですけれどえ、答えはですね、言っちゃっていいですか 1, ?1 位はね、みかんなんですよ。 はい。で、え、2位は、りんご、そして和梨、え、わな柿などと続きます。え、もっとこう、なんでしょうね、いちごとかこう、みんなに人気の果物かと、意外と、まあ、変な話、地味と言いま、申しますかね。ただ、あの、言い換えれば、あの、いつでも、ま、こたつの上にあったり、もう本当に昔から、馴染みのある果物、まあ、常にある果物、身近にある果物、ということで、あの、収穫量も多いのではないでしょうかね。 では、えー、今度世界で見てみましょうか。えー、世界で、まあ、一番多く収穫されている果物。これは、一体何でしょうかこれ、わかる方あの、どうでしょうかはいバナナ。はあ、いい線いってます。<laughs> どうでしょうオリ,オリーブ。ああ、なるほど、なるほど。今 使用用途も多いですしね。はい。多いと思います。えー、実は答えはですね、ブドウなんです。えー、今日もちょっといろいろたくさんの種類の葡萄を用意したんですけれど、えー、世界で収穫されるすべての果物のうち、4割。はい。4割が葡萄だそうです。私もちょっと今日の話するように調べたんですけれど。あ、そんな多いんだ。ちょっとびっくりしました。で、えっと、この4割のうち、 何に使うかなんですけれど80%これワインになるそうなんですよ。だからそう聞くとなんかあなるほどなって感じですよね。えあのワインに加工されて、えー、流通している市場に出回るという形になります。 で、えー、諸説あるんですけれど、えー、世界で最も古くから栽培されたフルーツではないかと言われており、えー、食べ方も本当そのまま食べて美味しいですし、えー、乾燥させて保存食として、まあ、レーズンですとかね、えー、ドライフルーツとして召し上がっていただきたり、あと今お話したワインとして、えー、様々な形で、えー、皆さんに長きにわたって身近にあったフルーツと言えると思います。 はい。で、えー、今お話ししたのは、これ収穫量についてなんですが、えー、では今度消費量、えー、食べる量ですね。えー、これで、えー、一番多いもの、えー。これはですね、先ほどあの、おっしゃっていただいたバナナなんですよで。バナナはこれは日本でもあの、世界でも1位です。で、理由としましては、あまあ、大きく一つは旬を問わない。 一日、一年中ですね、えー、美味しいバナナが食べられるというのが理由の一つ。で、えー、二つ目は安い。まあ、本当にあの、高級品種ももちろんございますけれど、比較的あの、お求めやすい価格で、えー、購入することができる果物。まあこういった理由。あとはですね、あの、国によっては地域によってはもお米の代わりと申しますか、あの主食で召し上がられる国もあると思います、ね。そういった えこともありまして、えー、消費量多いという果物になっておりますあとは、えー、手軽に食べられるというところですね。まあ、後ほどお話しするんですけど、あの、果物どうしてもあの、切る、今一生懸命切ってますけれど、切る作業であったり、これがちょっと苦手だ、めんどくさいっていうのもありまして、バナナは本当に手軽にスススッと手で向けて手も汚れないですよね。まあそういったものですので、 えー、消費量食べるのも多いと言えるのではないでしょうか。はい。あとはですね、あの、バナナ栄養バランスに非常に優れているってことで、あの、皆さんもお耳にしていると思うんですが、えー、毎日の食事の中の栄養補給ですね、取り入れてらっしゃる方も多いのではないでしょうか。えで、えー、今、消費量、食べる量のお話をしましたが、えー、一体私たち、えー、どれぐらいフルーツを食べているの のでしょうか。これは資料によるんですけれど、2018年に実施されました厚生労働省の調査、国民健康調査ですね。これによりますと、日本人の一人当たりの果物摂取量、これ平均96グラムとなっております。96ってどれぐらいかっていうと、あの、そうですね、あの、キウイ一玉、これがたい100グラムぐらいだと思うので、それ、 1> が一日一人平均で食べている量と思っていただいて結構だと思います。でちなみに、えー、2020年、その2年後には微増して、えー、107グラム7となっているんですが、えー、調査が始まって以降ですね、一番多かったのは1975年、1970年代、えー、このお年の193、えー、グラム、失礼しました。193グラム摂取していたそうです。食べていたそうです。えー、それに比べますと約半分に なってしまったというのが今の状況です。えー、1970年代どういった時代かと申しますと、えー、いわゆるフルーツの輸入の自由化が始まったことが背景にあります。えー、物珍しさも手伝ってでしょうね。多くの方がフルーツ、えー、購入されて召し上がったことがあると思います。実際私もあの、1970年、本当に小さい頃ですね、えー、 家によく果物がある環境に育ちました。えー、それこそあの、グレープフルーツ、ちょうど自由化になった直後ですね、今でも、えー、よくネタで出てくる話です。当時はグレープフルーツ横にこう切りまして、えー、お砂糖ですね、真ん中に押してギザギザスプーン使って食べた、そういった記憶をお持ちの方もきっとたくさんいらっしゃると思うんですけど、そういう食べ方をしていた時代です。あとはあの、当時パパイヤというものも、 え、入るようになりまして、これがあの、玄関先に置いてあるんですよ。で、なんだろ、うこれ珍しいなと思って。で、最初触ると、子供もごこに興味がありますんでね、触ると硬いんですけど、これが日に日にあの、だんだん変な匂い、こう、今まで嗅いだことのないような匂いがしてきて、で、これが食べ頃のサインなんだって、まあそういった話も聞いたのが私の小さい頃の記憶なんですが、そういった、あ1970年代、多くの方が、 今に比べるとフルーツを食べていたという時代です。はい。で、この消費量なんですが、えー、世界の中で比較しますと、えー、175カ国、えー、国、地域ありまして、その中で、まあ、どれぐらいか、まあ、こういうふりだと大体低いんですけれど、152位です。まあ、ほとんど最下位に近いですよね。先進国の中でもダ断トツで最下位と。 それがまあ日本、日本人があのフルーツにどのように接しているかという背景になります。で、それ、えー、せっかく果物、栄養も高い、バランスもいいっていうものなのに。ということで、厚生労働省、農林水産省、ですね、えー、食生活指針、えー、健康維持のため必要な果物の摂取量、これを1日200グラムとして、毎日果物200グラム運動というものを実施しております。 毎日、まあ、果物を2 0 0ム摂取して健康になりましょうと。まあ、そういった運動ですね。ご存知でした知らなかったですかはい。そういった運動があります。えで、この2 0 0ム果物に当てはめますと、先ほどのキウイル2個分ですね、えー。バナナですと、まあ、線引きやで扱っているバナナ1本分でもう2 0 0ムいくかもしれませんね。えー、リンゴ、梨など、あこれもあ1個分。ここにあるのはちょっと、 大きくてもっともっとあるんですけれど大体それぐらいが2 0 0ムの量になります、はい、ではですね、えー、なぜ果物を食べなくなってしまったのかの話です、えー、食べなくなった理由いろいろあると思いますがまず一つがあ値段が高いと、まあ、私どもの販売している果物も 比較的高い商品扱っておりますので、それが理由の一番と言われております。あと二つ目。買い置きができない、えー。日持ちがしないですとか、保存が難しい。えー、品種によりましては、例えばスイカですとか、一、まあ、玉が非常に大きいものとかございます。で、これ昔でしたら何でしょう。たらいに氷を張って入れていたとかありますけど、今冷蔵庫、少子化で小さい冷蔵庫とかになりますから、とてもとても一玉。 えー、しまっておく場所がないですとか、えー、それこそ食べきれない、まあ、そういった問題があってなかなかフルーツを食べる習慣がなくなっていってしまったそういうのもあると思いますそして、えー、3つ目の理由、えー、皮を剥くのがめんどくさいそもそも剥くことができない、まあ、そういったことであの手軽に食べたいという方々が、まあ、食べなくなる購入されなくなってしまった 理由になったのかなっていうところです。まあ、それにあの対して私どもでもカットフルーツですとかあのスーパーでもよく切り分けていろんな種類の入った小さいパッケージの商品を売っていると思うんですけれど、まあ、そういった形でフルーツに摂取するにしても、まあ、それでも量は比較的少ない量なのではないでしょうか。はい。でですね、あともう一つですね、意外な理由 何でしょうかね昔はそれこそあの、ことわざで朝食べる果物は菌とかいう言葉もあって、あの、健康のために果物を食べるのはいいんだって言いました。ただあの、健康の問題があるから食べないっていう言われる方もいるんですよ。まあ、いわゆるあの、食べると血糖値が上がってしまうとか、えー、薬との飲み合わせがあるからちょっと果物を減塩してるんだとか、まあ、そういった方も いると思います。あとはですね、えー、カロリーが多くなってしまうと、あの、体が冷えちゃうからどうも苦手なんだ。そういった方もいらっしゃると思います。えー、このようにあの、全体で見ますと、えー、消費、果物の消費ですね、えー、食べる機会減ってしまっていますが、えー、じゃあどうすれば、あうまくむけるの簡単にむけるのであったり、えー、保存方法、 あとはこの食べ頃ですね。あの、見極め、こういった話、えー、紹介してまいりたいと思います。で、えー、今日ご用意した果物ですね。えー、ざっと、ね、紹介してまいりたいと思います。えー、こちら、私に近い方から、これ、梨です。品種は青梨の方、この一番手前ですね。青っぽい梨。こちらが20世紀梨。えー、昔からある、まあ、聞きなじみのある商品だと思います。 でその隣にあるいわゆる赤梨と呼ばれる茶色っぽい梨こちらはあの茨城県産のケスという梨です手前に置いてあるこれちょっと梨にしては大きいなっていうサイズなんですけれど白見えますかと言いましたこれでもかなり大きい方だと思うんですがそれと比較して。 これぐらいのサイズ。まあ、あの、幻の軽水。ということで、あの、糖度もこちらに比べて高く非常に美味しいですけど、あの、取れる量も少ないという希少な、今日ご用意できましたので、ちょっとご覧にいただいております。隣に移りまして、えぇ、ー、千匹屋のシンボルにもなりますね。えー、代表の果物、えー、静岡県産マスクメロン。あと、その、 奥、皆様の近くに寄って行きまして、今が旬の一軸二2種用意させておる、えー、もらっております。で、その奥行きまして、ぶどう。こちらは複数種、いろいろ取り混ぜてご用意させていただきました。こちらのお話も後ほどちょっと詳しく、えー、お話しさせていただきたいと思います。えー、こういった、えー、果物ですね、えー ご用意できましたので、えー、切って今一生懸命お皿の方にですね、盛り付けておりますので、出来上がり次第皆様のお手元を届けたいと思いますので、お待ちいただく間、私、あの、果物の説明のお話進めてまいりますので、楽しみにお待ちしていてください。えー、まず、マスクメロンの話からさせていただきたいと思います。こちらですね、えぇ、ー、線引き屋と聞いてイメージされる果物、 として思い浮かべるフルーツどうでしょう千匹屋。こう頭にパワパワパワーンと、なんか霧の箱に入ったメロンと思われる方多いと思いますえ。そのようにあの、イメージされる果物として、まあ代表的なもの、え高級果物ですね、えー。マスクメロンです。千き屋で取り扱っているメロン、これはすべて静岡県産のもので、えー、強い芳香香りですね、を持つ邪行、えージャコ このムスク、ザコのこと、ムスクと申しますけど、このムスクから由来する総称で、品種で申しますと、このアールス・フェボリットという品種でございます。呼び名は他にもアールスメロンですとか、クラウンメロン、なんかアローマメロン、とかいろいろ皆さんもえ聞かれたことあると思うんですが、品種はアールス・フェボリット。これがまあ通称アールスメロンと呼んでおります。で、胡椒、呼び名ですね。呼び名があマスクメロンということになります。 別名であの、なんかあの、邪行売りとか言われる方もいるんですけど、それはあ呼び名となります。では、クラウンメロンですとかアローマメロンって何かって言いますと、えー、クラウンメロンは袋井市、静岡県の袋井市ですね。あとは浜松町、あ、ごめんなさい。浜松市などを中心に生産される温室メロンのことを指します、えー。アローマメロンは岩田市、えー、掛川市、えー、などで生産される温室メロンのことを指す、いわゆる ブランド名ということになります。私ども、クラウンメロン、えーあ、ごめんなさい、静岡県産のメロンを取り扱っているのですが、えー、では、このメロンがどのように栽培されているか、この説明し,していきたいと思います、えー。他の産地にはない大きな特徴、3つあります。今、このスクリーンに出てまいりましたけれど、これ、ガラス、 音質なんですよ。囲っている透明の部分、これガラスでできております。一般的には温室、えー、ビニールハウスとか呼ばれて、あの、ビニールでできているところが多いんですが、静岡県産のメロンはですね、ガラス温室で栽培されています。これはあの、ビニールに比較しますと、太陽光の透過率が高く、えー、光を好む、えー、メロン栽培に適しているため、えー、ガラス素材を使ってハウス。えー このように建てておりますね。で、えー、ちょっとこの写真分かりづらいかもしれないんですが、えっ、ー、と、屋根の形状ですね、えー、いわゆるスリークォーター形式かな、えー、片側、北斜面がやや短く、南側に当たる、太陽の当たる側が大きく、えー、最高面取られている作りになっています。えー、それによって、えーえー、より多くの光が取り入れられるような、 工夫をしている温室になります。あと二つ目の特徴ですね。えー、隔離ベッドという栽培方法です。えー、このんでしょう。鉄のこう壁でくくっているような、これがあの隔離ベッドなんですけれど、えー、地面に直接しているあの地消栽培ですね。えー、に対してクラウンメロンは 栽培床、地面と切り離し。地面と離してるんですよ。はい。で、えー、限られた土の中で、えー、肥料と水の量、こちらをコントロールして、えー、おります。メロンを栽培する上で大事なことの一つ、まあ、最も大切と言っても過言ではないんですが、これ、水を与えるタイミングと量をコントロールしていくことと言われております。 えー、そのためにはこの栽培方法が、美味しいメロンを作る上、必要不可欠、最も適している方法ということになります。で、メロンには表面、顔の部分に、えー、このようにネットが張っているんですけれど、えー、写真で言いますと、この先ですね。ちょっと一回進んでいただいて、もうちょっと先でいいですね。まあ、こういうふうに。 ネットができるじゃないですか。で、えー、これはですね、成長する際、また戻っていただいて、もうちょっと戻っていただいて大丈夫です。はい。最初は何もないです。でこのような状態から、えー、成長していく際ですね、水とか、あ、養分、肥料、 中にに蓄えていく際にこの外皮、ひび割れてまいります。成長に応じてひび割れてきます。で、これをですね、塞ぐ役目をする、えー、表面に、まあ、かさぶたのようなものができていくわけですが、このような状態ですね。うっすらとこのひび割れたところに網目らしきものが発生してまいりました。えー、これが、 網目になるんですけれど、水やりの状態がいい、タイミングもいい、量も適切だということになりますと、この網目が均一の太さ、キメも細かく、粗いところがあったりとか、そういうことがなく、均一な網目になります。これが、まあ、美味しいメロンを見極める際ですね。えー、進んでいただいて、えー、もうちょっと進んでいただいて、こうですね。このように、キメの細かいもの、こういったものが、あの、見極める際に重要な点と、 なります。はい。あと3番目の特徴ですね。えー、一景一家と申します。これ、えー、聞かれた方いらっしゃいましたでしょうかあのー、書きますと、一つの茎に一つの果実ということで、えー、一本の木から、一個のメロンしか収穫しない、栽培しないという農法です。 これはあの、一本の中から選んだ一玉だけ残しまして、隔離ベッドから出てきますこの養分ですね。これをすべてそこに集中させて栽培して美味しいメロンを作る。そういった栽培になります。このように栽培されたメロンですね。これだけでも十分に美味しいんじゃないかって思うんですが、これをさらに糖度、甘さですね。あと、形、網目、鶴の張り具合、 えー、そういったものを評価し、等級分けをいたします。で、えー、メロン等級は、えー、上位等級から富士、えー、山、白、雪。あと、まあ、ま、傷ってあるんですけど、このように上から富士山に、なお山に白い雪が降ると覚えていただければよろしいかと思いますけれど、えー、そうい まただ、順番に上位等級から名前が付けられています。で、富士っていうのはこれもよっぽどじゃなければ出てきません。で、えー、線引き屋で取り扱ってるのはもうこの富士もしくは山のみ扱いまして、本当に美味しいメロンだけを、お美味しいメロンを買い求められる方に期待に応えるため、えー、ご用意させていただいております。はい。 一生懸命聞いてますけどね。はい。では、えー、熟度の話していきたいと思います。今ちょっと用意してるメロンですね。えー、皆様のそばまで持って参ります。で、えー、見ていただこうと思うんですけれど、熟度聞かれたことありますかありますよね。果物熟していくと、えー、食べ頃、美味しくなる、甘くなる。 まあそういった話なんですけれど、今二つのメロンを持ちまして、ちょっと皆様の周り進んでいきます。この二つ、ちょっとあの、間違い探しみたいなんですけれど、違い、え、どういったものがあるか、ちょっと頭止めておいてみてください。えー、熟度に関しましては、この追熟という言葉があります。 これはですね、果物、果実が一旦、木から木に切り離された後、収穫された後ですね、食べ頃まで待つこと、まあ、簡単に言ってしまう。これが追熟ということです。追熟の効果、これはですね、甘みを増す、あと果肉を柔らかくする、そういった作用があります。果物には追熟する果物と、栽培した段階でも、成熟しているもの、追熟しないものと分かれます。 今回って見ていただいているメロンこれはもちろん追熟する果物そ,かその他にはこの前まで旬でしたね桃ですとかマンゴーこういったものが追熟する果物キウイなんかもそうですねあの買ってきたばっかで硬いの向いたらなんか酸っぱかったとか経験ある方もいらっしゃるかと思いますがこういったところが追熟する果物になります。 で、えー、追熟しないもの、木になっている段階でもう成熟するものを取った時、収穫した時がもう美味しい時という果物は、あ果物狩りでイチゴ狩りとか行かれてもう取ってすぐ食べますよね。まあ、イチゴですとか、えー、和梨。こういったものもあの、追熟しないものです。で、梨、同じ梨でもあの、和梨と ヨなし。用の方は追熟するんですよ。これもちょっと後ほどお話ししたいと思います。で、えー、追熟に必要な環境なんですけれど、まあ、おおよそ15度から20度、暑すぎず寒すぎずですね、そういった直射日光の当たらない、えー、風通しのいい場所、そういった場所に、えー、置いておいていただき、えー、追熟させていくと美味しい状態、あの、 なんか途中で腐っちゃったとか、なかなか硬いままっていうことがないと思います。そして、えっ、ー、と、未熟の状態であの、冷蔵庫に保管しちゃうともう本当追熟止まってしまうので、えー、そういうのはよろしくないということです。で、えー、追熟させていく中で、えー、じゃあいつまでこれやってればいいのいつまで待てばっていう話なんですけれど、いわゆる食べ頃の見極めですね。 えー、これの方法です。で、見極めに関しましては、それこそ果物の品種によっていろいろ様々なんですが、基本的には五感を使って視覚嗅覚触覚,覚聴覚、あとは味覚ですね。こういったもので、えー、確かめていきます。ただ、えー、果物繊細です。確かめなきゃと思ってこう押してみました。お店でやったら怒られちゃいますよね。 えあとあの、押したはいいけどまだ食べ頃じゃなかった。で、実際食べる時になったら押したところがもう抹茶色になってたとかあると思うんですよ。なので、えできれば順番としたら見た目で判断できればいいですよね。触らないで済みます。あとはこの、嗅覚。なんか美味しそうな匂いがしてきたぞ。わかりやすいですよね。これもまた触らないで済みます。それでもちょっとどうしてもわからないっていうもの、品種によってはありません。その場合では、 あの、この辺を触れば、まあ、いいかな、みたいな部分もあります。そういった形で、触っていただければと思います。あとはですね、あの、よくあの、八百屋さんとか行くと、なんかこう、コンコンコンとか叩いてる、あると思うんですよ。で、これもあの、判別する手法の一つなんですけど、これ実際、じゃあ一体どの音がって話じゃないですか。それこそあの、 毎日何個も何十個もやってる方でしたら、ああ、これはってだんだん分かるようになるんですけれど、そもそもこの1個だけ叩いてもそれが正しいものなのかどうなのかなかなか分からないと思うんですね。ただ、あの、いわゆる硬い状態ですと、比較的コンコンコン、カンカンカンって高い音がします。で、えー、熟してくると柔らかくなってきますので、えー、何でしょうね、ボフボフ、ボフボフっていうか、ボンボン、ちょっと低い音。 になってきます。えもしあの、それ極めたいとおっしゃる方がいたら、あの、ちょっとやられてみて、あの、できてきたら、その判別ができるようになったな、と思っていただいたら結構かと思います。で、最終的に、えー、見極め。もう最後は食べて味ですよね。自分でこれで大丈夫だと思って切りました。食べてみて。ああ、この状態、この硬さだったらこういう味なんだな。 で次回、もうちょっと柔らかくなって食べたら、あ、もっと甘かった。まあ、そういった、あの、食べていく中で、この体験ですね、経験値、えー、高めていきますと、もう最終的にはもう見た瞬間にわかるっていう意気にまで達するんではないでしょうか。はい。ではですね、えー、メロンの話に戻っています。えー、外観上の変化、最もわかりやすいものですね。今、回っていったと思うんですけど、 えー、どこが違ったでしょうかねちょっとごめんなさい。あの、今回、非常にわかりづらいものをご用意してしまったんで、意地悪な質問になってしまったんですけれど、えー、私は分かった。ここが違った。という方、いらっしゃいますでしょうかちょっと難しかったですね。あ、はい。素晴らしいです。はい。です。あのー、 まずですね、収穫したばっかりのもの、鶴がの太くしっかりピンとしております。で、これが、あの、だんだんですね、追熟が進むにつれ、えー、細くしおれてまいります。で、えー、付け根の方、まだ青く、えー、この実、丸い部分ですね、つながったあたりがまだ青くても、この先の方がこう、茶色くなってきましたら、まあ、これが食べ頃のサイン。 ということになりますね。あとですね、見た目、えー、メロンの下皮、この皮の部分の色ですね。これ非常にわかりづらかったんですけれど、えー、収穫したばっかりは本当にあの、緑色に近い色をしております。これがあの、時間が経ってきますと、だんだんあの、黄色っぽい色に黄色みがかっているんですね。変化してまいります。はい。これがあの、外観上の変化ですね。 あと、香り。香りって言いますけど、メロンの場合、あの、ちょっとわかりづらい部分はありますけれど、あの、嗅覚鋭い方ですと、あの、わかりますね。あの、部屋に置いとくと、あ、なんかそろそろなんか甘い匂いがしてきたな、っていうのを感じるようになります。これも食べ頃のサインの一つになります。続きまして、触覚、触った感じですね。これはですね、あの、 どこから柔らかくなっていくかと申しますと、下の部分、このツールの反対がお尻の部分になります。ですので、この部分、あのもう、お店でやっちゃダメですよ。<laughs> あの、自分で購入されて、お尻の部分、指で押していただいて、軽く弾力がある。えー、未熟の段階でしたら硬くて押し込めないんですけど、これが柔らかくなってきた。 そのような状態になりましたら食べ頃ですので冷やしていただいて、まあ切って召し上がっていただければ美味しいメロンが食べられると思います。はい。えー、ここまで判別法になりますが、えー、ではメロン切ってみましょうかね。はい。ではメロンの切り方の話。 まいりますはいスクリーンの方にですねわ、えー、かりやすいように出てまいりましたけれどはいメロンですはいでまずこのつるの部分この上の T 字のアンテナの部分ですね、えー、これを外していただきます はい。そうしましたら、縦半分ですね。はい。このように切ります。はい。で、えー、くし切り、いわゆる舟型、こういう三日月型ですね。このようにする場合はですね、えー、このまま、タンタンと切っていただくんですけれど、えー、種の 取り方のお話したいと思います、えー、種はですね、えー、このように中ついているんですけれどこのあカメラのそう,そうですねはい、えー、これの上の部分下の部分はいここに切り込み入れていただくと外しやすくなるんでちょっと切ってもらってでこの後あとこのまま、えー、ナイフで、えー、こそり取っても構いませんし、えー、スプーンでも構いません。 このように上から下へ落としていただけると、種、きれいに取れていきます。ただですね、この時、あ、ちょっと止まってもらって、この種の周りになんかこう、ついてるじゃないですか。この部分、甘い部分なんで、取りすぎない。なんかこれをこう、スプーンでゴリ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 取っちゃうと、せっかく甘い部分、これもなくなってしまいますので、この部分、なるべく取っとくように。あとはですね、あの、なんか茶こしとかザルとか用意していただいて、 これ、種をそのまま、あの、ザルの方に移していただければ、ほっとけばその下にボールを置いて,おいていただければ、甘いジュース取れますので、まあ、そうしていただければ、余すことなく召し上がられるのではないでしょうか。こうして、えー、種取りました。はい。そうしましたら、えー、そのまま、串型、形、船形に切っていただいて、 だんだん見慣れた形になってきたと思うんですけれど。はい。それでですね、この外側の硬い部分と、よく見ると境目、緑の部分と黄色い部分ですかね。ありますので、そこで包丁を端から端へ滑らすように切っていただいて、これを一口大に。はい。このように切っていただければ。はい。 このような感じです。はい。あとですね、えー、飾り切り。<laughs> あの、線引き屋に来られた方あ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、こちらであのメロンパフェですとかフルーツパフェご注文いただくとあの、メロンがこう、皮がひゃーってなって提供されると思うんですけど、あれ、どうやって切ってるかっていうのを、ちょっと今、やります。はい。で、 えー、今この船型にしたメロン、これをさらに半分に切ります。で、これをまた、まあ半分ですとか三分の一ですとか、適切なサイズ切り分けまして、はい。これを、はい。皮と身の部分、ここに包丁を入れていきます。はい。これ切り、切っちゃうと皮外れちゃうんで、えー、ちょっと根元の方を残してですね。で、そこからこの、 皮の部分、はい。ここを切っていきます。これが厚いままだと折り込めないので、これをちょっと薄く切っていきます。ここにですね、包丁の切れ込みを皮に、はい。入れて、くるっとそのまま巻きますと、このような形の、はい。メロンになります。これはあの、皮に入れる、 切り込みでですね、まあ、いかような形にもなるので、これもあの、我こそはと思う方は、買って帰って試してみて、あの、家族の方をですね、びっくりさせてやろうじゃないか、って話です。はい。いい加減食べたいですよね。ちょっと今一生懸命やっておりますので。はい。 で、えー、メロン、えー、以上になります。で、えっ、ー、と、次、えー、梨の話に移っていきます。えっ、ー、と、っちの方も組る。組きた。はい。はい。じゃもうちょっとで、ね、皆様のお手元に参りますので、その間、ちょっと私の話で繋いでいきましょう。はい。では、次、和梨の話に進みます。 で、和梨。これは大きく分けて3種類に分けられます。3種類。地方生産される場所で、まず分けます。和梨ですね。私たちが和梨と呼んでいるもの。あと、西洋梨。洋梨ですね。それともう一つは、中国梨。意外とこれ、あの、聞き馴染みないかと思うんですけど、実はあの、梨って原産中国なんですよ。 で、えー、中国から日本に渡ってきたもの、それと中国からヨーロッパに渡ったものというので、それぞれの地域で品種改良ですとかして、今のこの形になっています。なので、元は中国ですね。で、えっ、ー、と、見た目は中国なしと西洋なしにとりまして、いわゆる、なんでしょう、氷炭みたいな,たいな先が細っていて、 下がこう、ずんぐりした形です。で、日本の梨は比較的丸の休憩の形ですね。えー、なくなっちゃいましたけど、あの、丸に近い形しております。で、食感。食感は、えー、和梨と中国梨はシャリシャリした感じ。食べると独特のシャリシャリシャリとした食感があると思います。それに対して西洋梨はクリーミーな滑らかな舌触り。 だと思いますね、えー。そういった違い、食感の違いがあります。で先ほどちょっとお話した通り、あの、和なし、あと中国なしもですね、これは追熟はしません。えー、栽培あごめん、収穫した段階でもう成熟しております。それに対して、洋なし、こちらはあの追熟しますので、えー、購入されてから先ほどお話しさせていただいた追熟というものをしていただいて、 から召し上がっていただくというものになります。で、えー、子なんですが、和子はこれまた大きく分けますと、いわゆる赤梨、この表皮、えー、皮の色ですね。で分けますと、えー、赤みがかった梨の赤梨、今スクリーンに出ている、こういったものですね。と、青っぽいもの、いわゆる青梨、この二つに、えー、分けることができます。 で、青梨でまあ有名なの、これが青梨ですね。えー、有名なのはまあ20世紀梨。まあ有名、名前、一番聞くと思うんですけれど、えー、80年代ですね、品種別、まあ赤梨も含めての品種別で、シェアトップの品種でした。ところがですね、今はあの、いわゆる香水、放水、もう、どこでも見かけます、ね、今まさに旬、真っただ中。 なんですけれど、これがシェアで半分50%ぐらいです。ほとんどがこの2品種っていう状態。で、その、じゃあ、かつて天下を取っていた20世紀ですね。どれぐらいかというと、今は5%ぐらいまで減少しております。口が悪い人だとも過去の商品かな、みたいな言われ方もしちゃうんですけれど、えー、味の特徴なんですが、赤、えー、赤梨はこう、比較的柔らかい食感ですね。 で、甘みが特徴、甘みが広がる品種が多いと思います。で、えー、青梨は逆にと申しますかね、特徴としては、えー、爽やか、えー、酸味が特徴で、こう、爽やかな食味の梨だと思います。で、えー、先ほどその5%程度になってしまって、 ちょっと悪口みたいなことを言ったんですけれど、あの、産地の方に聞くとですね、えー、産地の方ってあの、梨をこう水分補給、水代わりに食べるっていう習慣多いんですよ。で、そうしますとあの、赤梨、美味しいんですけれど、甘くてたくさん食べられないって言うんですよね。最初美味しい、もうどんどん食べてても甘くてもいいやってなっちゃうと。で、逆にあの、青梨、20世紀ですとか、こういうのはもう、 いくら食べても,も美味しい美味しい。喉乾いた、梨。二十世紀を食べると。ですので、あの、皆様も、あの、んでしょうね。その用途っていうんですかね。えー、なんか遠足行くときに、じゃあお弁当箱に入れてこうと言ったら、喉乾いて、なんか水分と思ったときに甘い、なんか喉ベタベタするっていうことでしたら、青梨選ぶとか、まあそういった使い分けですかね。するのも良いのではないかなと思います。はい。 では、えー、梨の切り方の話です。そんな難しい話じゃないんですけど、梨とかリンゴとか、こういうのって、大概イメージ的には、こう、くる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 、剥いていくじゃないですか。でも、よくよく考えると、なんかあの、剥きづらか慣れてる方も、なんか器用に、ろくろ回しみたいに、シュ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 ッと剥いていくんですけれど、それこそ、あの、冒頭申し上げた果物食べない理由、果物剥くのめんどくさいとか、剥けないっていう、 それこそ包丁でリンゴむけないから、こう、何ですかピーラーですかそういったのでむかれるとかもあるんですけれど、じゃどうすれば簡単にむけるのかなっていう話いきたいと思います。今、梨一つ持ってまいりました。でですね、梨はですね、このお尻の部分、いわゆるこの下の部分と皮に近い部分。 これが甘い部分と言われておりますん、ね。なるべくまあ皮は薄く切りたいと。ですので、えー、はい。半分にまず切っちゃいます。皮ついたまま半分に切ってしまいます。で、これをまあ伏せておくと、えー、安定するんで、これをそのまま8等分ですとか10等分ですとかその大きさに合わせて切っていきます。そして、えー、芯ですね、えー。ちょっと逆向きあ、はい。この種の部分とちょっとそれの周りのこの部分。 この部分、あの、まあ、ちょっと食感も硬かったり、あの、酸味があったりするので、まあ、この部分、切り離します。いわゆる、くの字に。まあ、このように、カーブを描くように切ってもいいですし、あの、持って、こう、ちゃっしゃと切ってもいい。ただ、あの、こう持つと、あの、手滑ると、手切っちゃったりするんで、こうやってもう、なんでしょう。まな板に置いて切ると、よっぽどじゃなければ安全なんで、ささっと切れると思います。はい。で、皮ですね。このように、ススーっと。 くとまあ、大きいのよりも扱いやすいですねあとは、えー、まな板に置いた状態で先ほどのメロンの時のようにですねスーッと皮だけ外していくと、うん、そう切って、うん、あの皮の外し方であのまな板に置いた状態、うん、こんな感じですね こうするとあの、手持ちで厚く切っちゃったっていうよりも、比較的簡単に薄く皮を取り外すことができるんじゃないかなって思います。はい。どうでしょう,もう皆さんあの、お上手そうなんですけど、これだったらもっと綺麗に切れる。目から鱗落ちたかもしれないと思います。はい。でこれはですね、今日はあの、赤系の梨はあの、先ほどお見せした軽水梨ですね。 これと青系20世紀。これを、あの、今お話しした味の特徴を踏まえて食べ比べていただきたいと思います。で、梨の選び方なんですが、こちらはあの、軸が太めでしっかりしているもの。軸が太いものの方が当然栄養がたくさん入ります。なんで選ぶ際、この軸が太くてしっかりしたものですね。あと、えー、お尻の方が甘い、甘さが多いものですから、 え、下の部分、お尻の部分がこう、シュッとなっているものではなくて、しっかりした、どっしりしたものを選ぶと甘みの多い梨を選ぶことができると思います。あとですね、表面にあの、傷がないもの。そういったものを選んでいただくとよろしいかと思います。で、えっ、ー、と、梨ですね。和梨。これはあの、追熟しない ものですので、あの、収穫して買ってきたら、今の見清めをもとに、あの、すぐ召し上がっていただきたいんですけれど、えー、ほっとくとどうなっていくか、いわゆる傷んでいくんですけれど、そのサインとしましては、えー、梨、赤梨の方ですね、これ表面、あの、触られるとの、ちょっと青いものと比べますと、ザラザラした、触り心地、触り心地、あの、触った感じがすると思うんですよ。で、これがあの、 傷んでくると、なくなって、つるっとしてきます。えー、そうなりますと、もうちょっとふかふかしてきちゃって、美味しさが損なわれていくので、そうなる前に召し上がられるのが良いかと。ただですね、あの、その状態ですと、あの、酸が抜けていってるので、感じ方によっては甘みがより強く、追熟しなので、甘さ自体は、あの、甘糖度ですね、変わらないんですけれど、甘さの感じ方は、 強くなってきます。その辺も、自分の中の細かい見極め方として、えー、取り入れてみるのも良いかと思います。はい。あとですね、青系のなしですと、こう、真っ青な状態から、いわゆるあの、黄色い、こう、なんでしょう、縞模様みたいに、えー、線模様なのかな虎売れって、虎の模様みたいになってきて、そうなってくると、これもやはりあの、食べ頃と傷んでいく、その、 境界線ですかね。そこを見極めのサインにしていただければいいかと思います。はい。ではですね、えー、次ですね、ぶどうの説明参ります。えー、今まさに旬のぶどうで、えー、たくさんの種類見かけると思うんですけれど、はじめ申し上げました、ぶどう世界で一番収穫量の多い果物です。 で、えー、品種もとても多くって、品種だけでもおよそ1万種以上あると言われております。で、ブドウの皮の色ですね、えー、ちょっともう切っていってしまったんですけど、大きく分けますと、えー、黒色系、ちょっと黒い粒の色のブドウ、あと赤色系、赤っぽい皮のブドウ、あと緑色系ですね。この3つに対別されます。 ざっと特徴と主な品種、えー、紹介していきます。黒色系。これ特徴、味の特徴は、えー、比較的コク深い味わいですね、えー。ものによってはこのちょっと皮の周りですか。これが渋い感じがしたり。それも味の美味しさの要素の一つなんですけど、そういったコク深い味わいのする品種。黒色系。で、主な品種は、えー、巨峰。昔からある代表的な品種。 ですね。え、主な産地は長野県、山梨県あたりがたくさん収穫されるものです。それと、えー、巨峰と、えー、マスカットの品種の一つを掛け合わせて作りました。あピオーネですね。えー、これは、まあ、岡山県、山梨県あたりで、えー、栽培されている品種。あとは、長野パープル。はい。 これはですね、えー、最近人気の品種で今、もうそろそろ終わりですかね。あの、よく見かけるものですけど、特徴はあの、種がない。でまあ、巨峰でも種なし、まあ、多く流通してると思うんですけど、あと、皮ごと食べられる品種ということで、えー、まあ、ポイポイぽいとバナナと同じで手軽に食べられるということで、えー、これも人気の品種。長野パープルの名前通り、いわゆる長野県。 オリジナル品種ですね。これも元はあ巨峰の掛け合わせなんですけどそういったところが代表的な黒色の品種になります。で、えー、赤色系のブドウですね赤いブドウ特徴は、えー、酸味が少ないブドウです。で、えーまあ、さっぱりした食感ですかね、えー、主な品種はデラウェアこれは昔からあるなじみのある、まあ、小粒の粒数の多い ブドウです。これも赤色系。あとは、えー、ルビーロマンですね。これは、えー、まあニュースなんかで聞かれる方、聞かれた方いらっしゃると思うんですけれど、非常に高級品種、石川県で、えー、研究されて、えー、栽培されたあ、石川県の品種なんですけれど、えー、いつでしたっけえー、2021年のセリーで一房、一房ですよ。 140万で競り落とされたっていう、えー、高級品種です。えー、いわゆるこう赤系はこう粒が小さいのが多いってことであの皆さん研究されてもっと大粒でもっと甘いものを作るっていう努力の結実ですね。で、えー、世に出てきた品種、ルビーロマン。えー、高級品種です。あとはあクイーンニーナ。 っていう品種。今日こちらでご紹介できるもののうちの一つですね。こちらはまあ、大粒。あの、これも大粒の赤ぶどうなんですけれど、えー、酸味が少なく、えー、甘みがしっかり感じられるぶどうです。はい。で、えー、緑系のぶどうですね。これは渋みが少なく、黒に比べますと渋みが少ないです。あと、一番香りも あるんじゃないでしょうかね。あの、特有のブドウのいい香りします。あと、何でしょう上品な後味。こういったところが特徴になるかと思うんですけれど、えー、言わずと知れたあ有名な品種としましては、マスカット・オブ・アレキサンドリア、岡山県ですね。えー、高級ブドウですで。このマスカット、これは、あのー、先ほど、えー、一番最初にご紹介したマスクメロンと同じく、えー、ジャコ、マスクからあ来た由来した マスカットですね。えー、ドウになります。で、これを品種掛け合わせて、えー、できたもの。一番有名ですかね。シャインマスカット。え、これもあの、皮ごと食べることができて、パリッとした食感。えー、美味しいブドウということで、皆さん大好きなブドウ、えー、一番出荷も多いんではないでしょうか。まあそういったブドウです。あとですね、今日はあの、線引きの指定農園より取り寄せました。 1>, あの1万種類あるブドウの中、本当に初めて聞いた、私もちょっと名前なんだっけって言っちゃうようなあの品種のぶどう、用意しました、こういったオリジナルの品種も紹介してまいります。今日はですね、そこにまだ残っている、はい、それを写して、その先ですね。 長野県の、えー、飯塚さんというこのぶどう作りの名人の方いらっしゃいますでその方が作られたぶどう名前言ってきますね手前から、えー、手前のその皆さんに近い方私から遠いものが、えー、まさか。 これ、なんか命名の色がこんな美味しいブドウがまさかできるとはっていうのでなんかつけたそうです。まさか。で、えー、真ん中にあるのがゴールドナイト。えー、黄金の騎士。強そうですね。えー、その手前がアウローラで。その奥行きまして奥側ミユカという商品です。はい。その手前がベニタマキ。もう全部聞いたことある。食べたことあるって方いらっしゃいますですよね。はい。あのー、 本当にあの、栽培も難しいということで、出荷される期間も短かったり、収穫される量も少なかったりです。あの、価格もちょっとするんですけれど、あの、時期になりましたら、今もありますんで、あの、ぜひ購入されて召し上がっていただきたい。あと、今日もお配りできるので、味を確認して、あの、これ美味しかった。もう一回買おうと。うん、間違いなく思われるものだと思いますので、召し上がっていただきたいと思います。 あとですね、えぇ、ー、マスカィンこのお皿に載っている今お配りするもの、このシャインマスカットに似ているブドウなんですけれど、えー、マスカサーテーンという、これはマスカットに、えー、掛け合わせて作った、まあえーあ、シャインマスカットですね、えー。シャインマスカットよりも特徴としてはあの皮が薄く、えー、食べやすい、えー、ブドウになっております。 えー、それとですね、えー、バイオレット・キング。なんか名前本当強そうな名前多いですね。えー、えー、ですね。あと、クイーン・ニーナ。こういったあの赤ぶどう外見からもう乗っちゃうとこれ区別つかないよ。もう区別つかないんですけど、実際これ食べ比べていただいて、あ、外見違ってもこんな特徴あるんだっていうのを今日お持ち帰りいただければいいかなと思います。で、え、いよいよ本当お待たせいたしました。 皆様のお手元に配ってまいりますのでここから先はですねちょっと食べながらお話聞いていっていただければと思います。でえー 説明は、これは最後になりますけれど、えー、一軸ですね。えー、先ほどのの、武道、世界最古と申し上げましたけれど、諸説あって、この一軸、これも、えー、世界最古の栽培、えー、果物、植物ではないかと言われております。で、理由としましては、あの、まあ、聞いた方もいると思うんですけど、あの、登場した場面、いわゆる聖書の中ですね、え、天地創造の巻の中で、えー、 出てくる固有の果物品種、これがイチジクと言われております。で、いわゆるアダムとイブがですね、身を隠すのに使ったあの葉っぱですね、これもイチジクの葉と言われております。人類最初の衣類、服はこれイチジクなんではないかとおっしゃる方もいらっしゃるぐらい長い歴史を持っています。えそんなあの長い歴史を持つイチジクなんですけれど、 日本では、愛知県、和歌山県、福岡県などで多く栽培されております。で、えー、主な品種ですね。主な品種って言いましても、えー、今日お配りしているものもそうなんですが、えー、マス麻酔ドーフィン。一軸って言ったらもう8割がこの品種になります。麻酔ドーフィン。はい。ですね。今映って また画像でいきますとこのお皿の手前側も配られている方でしたらこの自分に一番近いところ皆様のお手元の方ですねここに置かせていただいているのが、えーまあ、水道品になります、えー、その他には、えー、日本最初に伝わったと言われている蓬莱子という品種ですとか、えー、福岡県で生まれた品種豊光姫などが 聞きななみがある品種なのではないではいしょうかで今回ご紹介するイチジクなんですけれど、その他、フード的にですね、国内栽培が難しいと言われ、生産者も本当にごくわずかしかいないと言われる黒いちじく、ビオレソリエスもご用意することできました。 お皿の一軸二かけら乗っていると思うんですけど、手前側の反対側、メロンを挟んで反対側ですかね。ちょっと熟した感じ、手前にあるものよりも熟した感じのするものが、黒い一軸のビオレソリエスです。で、こちらあの、小ぶりなものが多いんですけど、え、一軸味です。なんか、物によっては味も素っ気もないんじゃないかって。 いう方もいるんですけど、このビオレソリエスはですね、あの甘みもしっかりして香りも抜群にいい、あの高級品種の一軸になります。はい。これも、今、お手元に続々と運んでおりますので。でですね、えー、後あとでちょっと配ってる時に、えー、配ってるものに 聞いてもらってもいいんですけど、ちょっと簡単にその配置の中の説明していきますね。えっ、ー、と、中央部に、えー、マスクメロン、まあ、メロン置いてあります。で、手前側に、えー、ブドウが3種、えー、置いてますね。えー、黒いのはこれ長野パープルです。で、えー、その真ん中緑色、これがあーマスカ13。で、えー、その隣赤いものがバイオレットキングです。 はい。で、えっ、ー、と、まあ、判別しやすいよあの、クイーン・ニーナ、これも赤ブドウですね。これ、半割にしてあります。ですので、これ外見、えー、クイーン・ニーナ、えー、バイオルトキン、非常に似てるんですけど、えー、食べ比べて、この味の特徴の違い、あの、確かめてみていただければいいかと思います。あとですね、えー、メロンの手前ですか、梨、重ねて置いてあると思うんですけれど、えー、上の段、 重ねて上の方ですね。これが20世紀なしさっぱりしたあ味の20世紀。その下の部分、手前側になりますかね。軽水しお貸していただいております。こちらも合わせて食べ比べていただいて、味の違いですね。ご確認いただければと思います。 話、ちょっと、ぶどうに戻るんですけれど、えー、ぶどうの見分け方ですね。えー、どうすればいいか、なんですけれど、ブドウって、えーまあ、今そこに置いてあるの比較的わかりやすいんですけれど、えー、いわゆる、この、茎ですね。ついてるんですが、これが、あ、緑色のものですね。 こういったものを選ばれるといいと思います。いわゆる鮮度のいいものですね。どうもあの、樹上で成熟しますので、えー、取っていただいてすぐ美味しく召し上がられます。ですので、えー、鮮度のいいもの、軸の太いもの、まあ、こういったものを選んでいただけるのがいいと思います。あと、えー、皮の張りがいいもの、プルッとしたも,したものですね。 あと、えー、黒系ですと目立つんですけれど、あの、ブルームと呼ばれる、あの、表面に白い粉を吹いたような状態のもの。えー、これはあの、葡萄が自分の果肉、身を守るためについているもので、えー、中にある水分です。ね、それを逃さないようにしたりですとか、外からの病気から守るためについているものですので、こういったものがついているもの、こういったものが良品の判断に使っていただければいいと思います。はい。 でですね、あの、ぶどうですね、えー、たくさんなってます。で、どこが、じゃあ美味しいのって、まあ美味しいのはどこも美味しいんじゃないのと思う、と思うんですけれど、ぶどう、あの、茎の方から近い部分から養分取りますので、えー、いわゆる肩口っていうんですかね、このスクリーンで言いますと、このつるがあって、そこに近い部分の方が甘いです。で、下に行くに従ってちょっと甘みがなくなってくるんですけれど、えー、選ぶ段階ですね、 逆にあの、下の部分食べていただいて甘かったら、これ上の方もっと甘いんで、これ当たりですね。はい。店でやるとこれも怒られちゃうんで、あの、帰ってから、あの、食べてみて、えー、確認してもらえればいいかと思います。ではですね、えー、今日はですね、あの、いくつかフルーツ召し上がっていただくことになります。召し上がっていただいております、えー。どうでしょうね。いかがでしょうか。はい。 今回、あの、芸術文化講座という中でフルーツのお話しさせていただきました、えー。芸術文化っていうものがですね、まあ、どういったものか私の、まあ、考えなんですけど、人の気持ちを豊かにするもの、まあ、こういったものが文化とか芸術なんじゃないかって考えます。でそうしますと、あの、食べること、まあ、生きる上で必要なことなんですけど、その他に私もあの、 食べること好きなんでこの仕事をやってるんですけれど食べることであの幸せな気持ちになったりですとかね、まあ、嫌なことあってもああもうこんなの食べれるんだからまた頑張ろうとか、まあ、そういった気持ちになるものだと思いますそういった点ではまさにあの心を豊かにしてくれるものそういったものがフルーツなのではないかと思いますで、えー、京橋線引きはですね冒頭お話しさせていただきました、えー、1881年創業です え、それから数えて、も百四十数年ですね、経ちまして、非常に長い年月ですね、飽きない続けて参りました。私がやってきたわけじゃない。私は本当その一部なんですけれど。で、その長い間ですね、あの、より美味しい果物を食べたいな、美味しいものをここは食べさせてくれるんだろうっていう方、たくさんの方、あいらっしゃいました。そう思う気持ちを持たれてですね。で、その気持ちに応えたい、 そういう気持ちを損なっちゃいけないと思ってやらせていただいた、まあ、そういった2つの思いが、えー、その信頼関係損なわれることなくあり続けたこと、まあ、それがこの長い間にわたって、えー、やることができた要因の一つなのではないかと思います。で、えー、先月ですね私もあの鳥取の方に梨の視察 伺いましてあとはその前にはあの今日ご案内した長野県の方にもぶどうの栽培の現場、途上の方に、えー、行ってまいりました。で、そこでは本当にあの生産される方、農家の方ですね、特に今年非常に暑い夏でしたね、酷暑の中、えー、いわゆるハウス、ビニールハウスの中、えー、もう5分も入っていれば水かぶったんじゃないかというぐらい汗かいちゃう。 えー、栽培する場所もあの急斜面であったり、えー、そういった中であのよりおいしいものを作るんだっていう熱意を持ってあの栽培されているっていう姿あ見てまいりましたで、えー、私どもですねそういったあの果物をお預かりして、えー、皆様にお届けする食べていただくっていうことを、まあ、仕事としてやっているわけなんですが、えー それをですね、えー、皆様の期待、本当に裏切ることがあってはいけない。さらにはそのお預かりした果物、えー、より美味しいものにしてお出しすると、えー。そういうことをさせていただいていく中でですね、えー、皆さんから、いや、美味しかったよって言われる言葉ですとか、ありがとうって逆にね、あの、私どもがありがとうございますという立場なんですが、 えありがとうと言われることができたとき、本当に自分も嬉しく思いますし、えー、そういった言葉をですね、あの、生産者の方にも伝えていければなと思います。実際あの、まあ、言葉で伝えるの難しいんですけれど、まあ、伝え方としては、より多くの方によりたくさん、ね、話の中でも話させていただきましたけど、200g と言わずもっともっと食べていく。そしてあの、 収穫量ですね、出荷量もどんどん増やしていくっていう、まあそういったことができれば、あの、それがそのまま、あの、いいものだったよっていう言葉で、えー、作られる方、農家の方に伝わるんじゃないかと思います。あとですね、あの、栽培の現場、あの、農家の方を行くと、まあ聞く話ですけど、いわゆる後継者、跡取り、えー、若い人が減ってきてしまっている、で、できる人がいなくなって、えー、 作るところも少なくなってしまっている。ですとか、あの、私どももあの、高い商品扱っている、なかなか若い人が来るのが難しいっていうのもあるんですけれど、えー、そういった方々がですね、あの、美味しいものってこういうものなんだっていう体験をましてもらうこと、えー、そういうことがあの、広まっていけばですね、えー、生産者の方、そしてもあの、 その最終地点である食べられる方がそういった思いを持っていただけることで、フルーツを取り巻く環境、このサイクルですね、が大きいものになっていく、この先ももっともっと長く続いていくものになるんじゃないのかなって、私は思っております。こういったお話で今回ですね、長々とさせていただいたんですが、 この講座の締めくくりの言葉とさせていただきたいと思います。本日あの召し上がっていただいているんですけど、本当に最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。はい、はい、川澄さんどうもありがとうございました。はい、そして調理をしてくださったスタッフの皆様もありがとうございました。はい 少し時間がありますので、あの会場から質問をお受けしたいと思います。皆様、あのお食事の最中だと思うんですが、もしありましたら、はい、あのそちらの奥の方、お願いいたします私はフルーツの中で、ブドウが一番好きで、今が一番一年で楽しい季節なんですけど、皮を剥くか剥かないかで迷ってることがあります。 海外の方は皮に一番栄養用があるからどうして食べないのって言われたこともありますし、日本でも私が子供の頃と比べて皮をむかずに食べれますよっていう葡萄が増えてきたような気がしてるんですけど、ただ甘い葡萄を作るためには栽培期間中に何度も何度も農薬を散布するって聞いてから、 なんか頑張って皮をむいて食べてるんですけど千引屋さんとしては皮をむいて食べるかむかないで食べるかってどのように考えていらっしゃいますでしょうかアドバイスください。はいい、えー、ポイントがいくつかあったと思うんです、えー、まず、えー 食の安全に関しての観点から、皮はいかがなものかっていう部分。それと、えー、食感の部分ですかね。あと、味覚の部分、えー。いろいろあると思うんですけれど。えー、まず味に関して言いますと、えー、食感もですかね。いわゆるその黒系のドウ、皮に厚みがあったりですとか、その渋み。それがあまり美味しくないと感じるんで、皮を召し上がらない。そのまま出してしまう方も、 いらっしゃるのかと思うんですよただあの思考の部分ですねあの自分の好みに関してはそれこそ皆さん自由ですのであの私はこの渋みあとはあの味を構成するものの一つとして酸味もあるんですけれどそういったものがいろいろ混じり合って一つおいしいものっていう要素になると思うんですが、えー、実際あの品種改良をする際、えー 全部じゃないんですけれど食べやすかったりそれこそ甘さを追求してってちょっと進化してる部分もあると思うんですよね。で、えー、それを除いて、えー、考えればそれこそ水晶として皮を食べない巨峰ですとか皮がしっかりしたものでも私はこれが好きなんだって言えばもう別にそれ食べて体に害のものではないのでそれもそのもの,のは。ですのであの召し上がられて。 良いいかと思いますでもう一つの懸念される点ですね安全に関しての,その農薬の問題は、えーまあ、私どもはそういったものを使用していないものを使って、えー、提供しておりますのでここはあの、まあ、付着しているそのほこりですとかの部分ではさっと水洗いしていただくというのがまあ推奨なんですけれどただあの ぶどうに限らず他の果物もあまり水に長く漬けておくとその水を吸っちゃって味甘さですねそのものが薄まってしまうので本当にさっと洗い流す程度で良いかと思います選ぶ段階ではもう本当にそれはあの実際ご自身の方で気を使って選ばれると思うんですけれど例えば無農薬のものである ですとか、まあ、そういったもの、を選択していただければ、その先はもう。顔ごと召し上がっていただいて、川の周りの食感、食味も一緒に楽しんで。いただければ良いのかと思います。はい、ありがとうございます。続いて、ご質問がありましたら、挙手でお知らせください。えっと。 たくさんお話聞かせてていいいたただいてありがとうございましたお話の中にこう味の違いなどがあって実際に食べてみると違うというのが分かって非常に勉強になりましたお伺いしたいこととしては、えー、とあんまりあの果物の消費量が少なくなっているということだったんですけれども、えー、と他の国などと比べて、まあえー、と消費量があの日本だけ断トツ少ないというのは何か理由があるのかということとあとその線引き屋さんの方で、えーと それに対して何かこう商品などで取り組みをされているとかそういうのがもしあればお伺いいしたいです、はいはいえー。消費量の,その世界比較なんですけれどこれはです、ね、日本の場合、えー、果物の摂取するスタイルというのが思考寄りだと思うんですよ。 いわゆるあの主食として食べる習慣というよりも、いわゆるデザート、おやつ、ご褒美、そういった形で摂取することが多いので、さほど摂取しないと。ただ世界的に見ますと、例えばその主食代わりにバナナを食べるですとか、いう地域、国もあると思うんですよ。あとはそのワインですとかね、そういったもので、あの、もう日常、 それこそ水代わりにワインを飲むとかそういった部分で消費量を食べる量としては数値としては大きくなっているっていう比較なのではないかと思うんですよね。で、えー、と国別で見たその消費量の低い国、えー、エリアで見ますとアジアが低いんですよ。でそこからちょっと推測私の推測なんですけれどやはりあの食文化 としてそのアジア圏っというのがその果物の摂取がそれほど多くない食文化なのかなと思っております。で、えー、線引き屋としての,その消費量を増やす取り組みですね、えー、私としましては先ほどあの最後に、えー、お話しさせていただいた言葉の中にあるんですけれどあの 皆様こう期待されて、それこそあの安くない商品ですので、あの興味を持たれてどんなものだろうと思って食べに来られると思うんですよ。でその時に高いのになんだこんなんだったら他でも食べれるじゃないかとか思われたら、それこそ小さい話なんですけれど消費量減ってしまいますよね。ですのであの来られた方がいやこんな高い金払ったけどその買い終わったそれ以上だもっと払ってあげたいと思うようなものがあの 私はあのパーラーブの人間なので、あのそういったものをお出しすることで。本当に小さい話なんですけれど、あの。もう一回食べたい、もう何度も食べたいと思っていただくことが一つなのかなと思っております。はい、ありがとうございました。では続いて前方の眼鏡の男性の方お願いいたします。 すみません今日は正しい話と非常にためになるお話ありがとうございましたあの一番最初に線引き屋さんのえっと歴史の話を紹介されていろいろと謎が解けたりしたんですけれども1858年にあの日米通商があってあの高級路線にそこから変えられたというふうに あのお聞きしたんですけど、まあ、今の TPP とあの全く同じような構図がその昔に起こってたんだなっていうことを非常にあの勉強になりましたあのメロンが、まあ、一つこうシグ,シグネチャーというかあの一つのシンボルだと思うんですけれど霧の箱に入る入れるって売るとかですね 差別化するビジネスモデルだと思うんですけどだからそれを考案されたっていうのは線引き屋さんの,その創業者だったりするんでしょうか <laughs> これはですね発行に入れた経緯はですねえー ちょっと私が今の段階でこれが正当だということでお話がちょっとできないのでえちょっと持ち帰らせていただいてえ写真を紐解ときましてえ間違いのないお答えをですねえこれは確か内容は YouTube の,のそうですね、ちょっとあのアーカイブ動画を YouTube に残しますのであの理由が判明しましたらちょっとアーカイブをご覧いただければ分かる形にまとめたいと思いますので。 あの今しばらくお待ちいいただければと思います、はいはい、ちなみにあの今追加でお配りいただいているブドウについてちょこっとご説明いただいてもよろしいですかはい、えー、これはですね、えー、どうでしょうあの皆様に一粒ずついってしまっているので、えー、どれがどれかという話なんですけれど、えー、品種で言いますとアウローラゴーアウローラ。 えー、ゴールドナイト、えー、まさかミユカあと紅玉木ですね、えー、特徴としましてですが、えー、これも本当に召し上がられた感じがそのままなんですけれど、えー、一番そうですね、えー、まさかっていうもの赤ぶどうなんですけれど 配られる段階で説明された方だと分かるんですけど、えっと、これはですねアウローラというブドウアウローラのブドウに、えー、掛け合わせたもので、えー、先ほど話し,ました「まさかこんなブドウが」っていう非常に甘みの強い赤系のブドウそれとそのまさかとシャインマスカットを掛け合わせたものですね本当にあに微妙なサイなんですけど赤いブドウに若干そのマスカットの特色の緑が入っているようなのなんですけどこれがミユカ。 というものです。で、この二つ似てるようなんですけど、味の特徴ですね。私の主観で言うと、本当に甘さの方がしっかりしているものと、えー、独特の後味、あの、何でしょう、爽やかな後味、まあ、こういったものに分かれるものですね。えっと、えー、アウローラ、これはアウローラ21っていうんですけれど、この21っていうのが、えー、粒、一粒の重さにして21グラム以上、で、糖度が21度以上、で、21世紀にも、 続く最高のブドウということでえ21って入ってるんですけれどそういったあの強い甘みしっかりした甘みが特徴のブドウになります。でえーゴールドナイトですねこれはあの生産されてる方も掛け合わせ教えないよっていう私も分からないんですけれどえこれはですねほんとにあの生産も難しそうでえ数も少ないと非常に希少種ですで。食べられた方 はあ本当にこの強い甘みです、ね、これをで甘いながらもこの嫌な甘ったるさではなく爽やかさも持ち合わせた非常に素晴らしいブドウではないかと思います。はい、で紅玉木ですねこれも赤ブドウで、えー、特有のこの甘さのしっかりしたもう本当に言ってしまえばどれも 甘くて美味しいよ。ってしか言いようない。ちょっと情けない説明で申し訳ないんですけれど、えー、楽しめていただけてるのではないでしょうか。はい、ありがとうございました。あのいずれもあの講座の中盤でご紹介いただいた非常に貴重なぶどうということでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます。えー、っと。 はい、ではちょっと時間も限られますので最後の質問とさせていただきたいと思います。いろいろ教えていただきありがとうございました。はい、ありがとうございます。あのいろいろあの品種が海外に持ち出されるというような話を聞くんですけれども、それを防止するような方法っていうのは何かあるんですか。なんかハイブリッドにしてしまって1台限りで。 次の代ができないようにするとかそうですね、品種の持ち出し、そうですね、これもまあ問題になっているものとかあると思うんですが、それの防止策に関しましては、ちょっと私どもの会社の範疇を超えている部分ですので、これもなかなかあの断言してお話しすることがちょっと難しいので、え例えばあのこういう、 取り組みがあるよという形のお話も先ほどと同じような対応でですかねあの、アーカイブの方でご返答させていただいて、ちょっとそちらをご覧にいただいて、まあ、納得していただければ申し訳ないです。はい えー、それではお、えー、時間になりましたので、えー、と最後にあの今後の講座のご案内をさせていただいて閉会とさせていただきたいと思います、えー、次回は10月11日、えー、タイトルがアート・ミーツ・シネマ戦後日本の美術映画と2つの美術館となります、えー、ご登壇が、えー、ここ京橋にあります国立映画アーカイブの主任研究員の岡田さんと新橋、えー、財団アーティゾン美術館学芸員の田所さんになります ちょうど今石橋財団の方では創造の,の現場映画と写真による芸術家の記憶という企画展をやっておりまして、まあ、その企画展と関連したお話などもあのお伺いできるのではないかなと思いますまたあの11月以降の講座につきましてもあの記載のとおり開催しておりますのでぜひご、えー、関心を寄せいただければと思います、えー、10月の講座についてはあの本日からあのウェブの方で予約を受け付けております それでは本日はご来場いただき誠にありがとうございましたそして川澄さん千引き屋の皆様も誠にありがとうございました。